はい、こんにちは。まやチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。レゴスターウォーズのビルダブルフィギュアズです。はい、レゴスターウォーズから新しいね、シリーズが出ておりますね。はい、ビルダブルフィギュアズっていうですね、でっかいフィギュアを組み立てられるレゴになっております。うん、これもう、レゴっていう感じしないんだけどね。うん、はい。レゴじゃない、ただ違うもので作った人形みたいな。まあそんな感じだね、うん、ちょっとレゴっぽくないんだよね、うん、はい。それで今回はこのジャンゴフェットとグリバス将軍、はい、この2つを購入しましたね、はい、他にもですねラインナップ出ております。ルーク・スカイウォーカーでしょ、あとダース・ベイダー、それとオビワン・ケノビーと、あとは、クロントルーパーのコマンダー・コーディ、はい、これらがラインナップされておりますね、はい、それでもうすでにこれ開けてね作っております。エイシン君がね寝ている時に作っちゃいました、はい、はい。その作った時の様子はこちらでございます。はい、はい、ということでこちらがですねジャンゴフェットですね、うん、なかなかかっこいいんだよね、うん、でレゴっていう感じしないでしょ、うん、レゴのねパーツといったらですね、この辺にあるちょこちょことしたものだけで、あとはですねもうほぼ独自パーツだね、うん、うん、こんな感じでですねポージングできますね、はい、全身13箇所稼働します、はい、この肩でしょ、はい、腕でしょ、はい、あとは手でしょ、はい、この股関節の部分、はい、膝、はい、足首、はい、それと首、はい、はい、こんな感じだね。だから割とね重心を低くしてこうやって、ね、ポージングを取らせることもできますね、うん、すごいかっこいいんだよ、うん、ジャンゴフェットすごいいい感じ、はい、うん、だからねこれね今回はこのねちょっと機械的なジャンゴフェットとグリーバス将軍にしたんだけど、うん、他のもちょっと期待できるね、まあ、特にダース・ベイダーはね、うんうん、あとクロントルーパーもいいかな、うん、人間タイプのオビワン・ケノビとルークがどうなのかなと思ってね、うんうん、まだちょっとそれは今後買うかどうか検討しますね、はい、はい、後ろはこんな風になってます、はい、ちゃんとジェットパックついてる、うん、これジェットパックは箱に書いてあったら上がるようだね。そう、これ後ろのねこの部分これをねやると飛んでいくはずこんなもんこんなもんだったのちょっとかっこ悪かったね今ね、もっとピューンと飛ぶかと思ったけど、じゃあさもう一回やって、もう一回やってみる、こっちがということでこちらがジャンゴフェットですね、はい、はい、なかなかいいと思います、うん、はい、はい、続いてこちらがグリーバス将軍ですけども、うん、はい、見てください、大きくて入りません。そうだね、はい、こんな感じでねちょっと離さないと全部映んないかな、こんな感じですね、うん、すごいでかいんだよ。ジャンゴフェットと比べるとねこれぐらい違いますね、うん、大きいんだよグリーバス、うん、まあただね本当にグリーバス将軍ってでかかったから、うん、まあこんな感じで合ってるんじゃないかなと思いますね、はい、ちゃんとねライトセーバー4つ持ってるでしょ、はい、で、こちらはですね稼働するのが7箇所だけですね。足はね一応動くんだけど、うん、そんなにねちゃんと動かせない、あんまり動かしすぎるとバランス崩れて倒れちゃうんだよね。あ、うん、足がこんな風に恐竜みたいになってるでしょ、うん、うん、それで手もですねちゃんと4つに割れておりますね。顔も割と似てるよね、顔ね、うん、似てるよ顔、はい、うん、ジャンゴフェットの顔そういえば見せてなかったね、こんな感じ、はい、いいよね、うんうん、それでこちらのグリーバス将軍なんですけど、劇中と同じようにこれね手がね一つにできるんだよね、はい、このライトセーバーまずね取りましょうか、はい、こんな感じね。通常はグリーバス将軍手が一つになってるからね、はい、うん、こんな感じ、これ、うん、通常はこの状態だよね、はい、で先頭になるとここが分かれて、それでライトセーバーが2に分かれるんだよね。そうライトセーバーこの2本持てるようになりますね、はい、はい、でこれもね割と自由自在に動かせるので、うん、本当にですねちょっと戦闘シーンを再現できたりはするんじゃないでしょうかね、はい、いやすごいよねこうやって見ると、うん、背中はこんな風になっておりますね、うん、このシリーズね初めて登場しましたけどいいと思う、うんうん、レゴらしさはね全くないんだけど、うん、いいと思いますね、うん、ねパーツがレゴテクニックとかいうやつに似てるのかな。 あとなんだっけ、レゴ忍者でもこういうさタイプのロボットみたいなでっかいのがあったと思うんだけど、うん、まあ、それに近いよね、うんうん、でそのシリーズがこのレゴスターウォーズでも登場したという形かな。そうね、はい、
はい、ということで今回はレゴスターウォーズビルダブルフィギュアーズのジャンゴフェットとグリーバス将軍でした。